さあ始まりました、スプリードレディオ、ダンスで広がる世界。この番組は太鼓通信工業株式会社さんの提供でお送りいたします。ということでね、今日も始まりましたね。はい、お久しぶりです。皆さん2週間ぶりですね。2週間ぶり。はい、この番組の、メインパーソナリティを務めるスプリード AK 和也と申します。よろしくお願いします。お願いします。そして宮ラジからナビゲーターの綱川舞です。よろしくお願いします。舞ちゃんお願いします。今日も可愛いよ。いや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 、素晴らしい。はい、はい、ということで、そんな感じでね、本日も約30分間お付き合いください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日2回目ですね。はい、2回目、はい、なので今日初めてお聞きになる方もいらっしゃると思うんで、どういった番組か、はい、簡単にねご説明していきたいなと思うんですけれども、はい、ダンス、栃木県だったり北関東をメインにダンスシーンの話題を発信していく番組となっております。はい、そしてね毎月ゲストをお招きして、はい、その方といろいろこうトークをね、はい、繰り広げていく番組となってます。うん、前回は初の放送だったので、はい、ゲストさんはお呼びしてなかったんですけれどもね、はい、今日は一発目でね、うん、まあ後ほどご紹介させていただくんですけれども、はい、その方とゲストの方とねいろいろダンスをメインにいろいろお話繰り広げていきます。うん、そしてそのね普段一般のダンスやられていない方はね、はい、ダンサーさんってどういった生活をしてるのかとかね、わからないと思うんでね、ぜひね、気になった方はメッセージでもいただけたらなと思います。はい、はいはい、メッセージも。そうですね、まいちゃん、はい、ご説明お願いします。はい、あ、後ほど紹介します。あ、本当ですか。あ、そうなんですね。でね、普段どういった生活というか、なんでしょうね、例えばお仕事どんな感じで、どういった気持ちでやっているかなどもね、ちょっといろいろ聞けたらなと思うので、ダンサーさんのねリアルにもね迫っていきたいなと思います。大丈夫ですか、まいちゃん。ちょっとなんか違う髪入ってたんですよ。ちょっと可愛いから許されると思ってるでしょう。すいません、お待たせしました、リクエストメッセージ。ちょっと涙目になっちゃってるじゃん。めちゃくちゃ今緊張しました。大丈夫。リクエストメッセージは773@miyaraji.com、 773@miyaraji.com、 みやらじは MIYARADI です。間違いないようお願いします。そしてファックス番号は028-666-7878、 028-666-7878です。はい、ありがとうございます。はい、よく言えました。さあ、そして、過去の放送につきましては YouTube にてスプリードレディオダンスで広がる世界で、検索していただければ出てきますので、はい、ぜひね、過去の放送、はい、聞き逃しちゃったんだよね仕事残業でみたいな方、うん、そちらの YouTube でねぜひチェックしていただきますようお願いいたします。はい、ということで、はい、早速ね、うん、ゲストさん、はい、呼んじゃいましょうか。やりましょう。あのね、なんでしょう、今日が最終回なのっていうぐらいの、うん、本当にこの人一発目でお呼びしちゃっていいのかなって僕個人的に思ってるんですけど、うん、最初にふさわしいゲスト、最初にふさわしいんですかね。逆に最後まで取っておいた方が良かったかなと思ったんですけど、美味しいものから食べちゃいたい性格なので、わかります。はい、じゃあちょっとご紹介しましょう。はい、本日のゲストは大島さんでーす。どうも、大島です。イエーイ。いや、めっちゃめちゃ嬉しいですね、本当に。本当に決まった時からずっとワクワクしてて、はいはい、妄想癖あるんですけど、はい、こういう話してやろうかなみたいな、こういう話になったら面白いなみたいなね、いろいろね、妄想が膨らんじゃって、今日本当に楽しみにしてました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、放送で話せる範囲で話していただけたらなと。そうだね、話せる範囲で、話せる範囲でよろしくお願いします。生放送なんでね。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まず、まあそうですね、ダンサーの方からしたら、はい、もう本当に説明不要のこの方なんですけれども、うん、ちょっと舞ちゃんの方から、はい、ご紹介していただけたらなと思います。はい、大島さんのプロフィールご紹介いたします。はい、94年からストラットとして活動を始め、後にバタージーニスとしても活動を始め、日本やアジアのダンスシーンに多大な影響を与えている方です。うん、日本全国やアジア諸国を中心にショー、ワークショップ、ジャッジ、振り付けなどを行っていて、近年はダンス
スタジオを経営しながら様々なイベントをオーガナイズしたり、若手の育成にも力を注いでいます、はい、生徒の中にはコンテスト優勝経験やバトル優勝経験があったり、ダンスアライブのファイナリストになっている子たちも育てております。そうなんです、うん、大島さん自身、はい、大島さんだけがすごいわけじゃなくて、うんうん、その後輩ダンサーたちも素晴らしいダンサーが育っているというのがすごいんですよね、うん、同じダンサーからして思うのが、指導者としても有名な、そうですね、はい、そして皆さんご存知の足を上げてフロアから起き上がるムーブをクリエイトしたりと、既存のムーブだけの世界にとどまらず常に進化変化を模索している方です。そうなんですよ、このムーブっていうのはね、はい、少年隊の東山さんとかも舞台で取り入れてるような、はい、その技を、そういった技を、はい、発明開発した方なんですえ、そんな方と私一緒にいるんですか。え、そうなのっての何がですか。え、作ったんじゃないですか。東山さんもやってる、やってるんですよ、ね、だからあれを見て、はい、まあ、僕はちっちゃい頃、はい、姉がジャニーズが好きだったんで、うん、そういうのを見てて、うん、すげえなんだ今の立ち方と思って見てたんですけど、うん、それを作った方っていうのを後で知った時に、はい、え、あれ作った人なのっていう風にびっくりして、いやすごい、多分後でこのスタジオで大島さんやってくれると思うんですけど、そのムーブをやったあ、これですかって多分思いますよ、はい、やった、楽しみにしてます、はい、リスナーの方も煽っていただければ、はいはい、YouTube でチェックしてもらえば、じゃあね、そうですね、うん、そうなんですよ、次ご紹介します、うん、そうですね、はい、お願いします、はい、バトルといたしまして、ザ・ゲーム東京ヒップホップ優勝、ダンスアライブクライマックスヒップホップ優勝、ダンスアライブヒップホップファイナリスト、ダンスザ・パーティークルーバトルヒップホップ優勝、スーパーフライスーパーフライデー2オン2バトルグラウンドチャンピオンバター、これは大島さん個人ではなく、はい、バターというチームで2人組の、はい、これ2人ですよね、2人で、うんうん、出て臨んだ時の優勝、うんヒップホップとして優勝、ね、優勝したってことですね、はい、などなどバトルとしても他にも活躍中、いやもうほんとね、うん、全部言えないぐらいですね、うん、かなりありますよね、はい、今かいつまんでいくつか紹介したって、そうですね、一部をって感じですね、そうですね、はい、そしてバックアップダンスといたしまして、はい、安室奈美恵さんの全国ツアーダンサー、そうなんですよ、はい、この話していいんですかね、はい、大丈夫だよ、大丈夫ですか、大丈夫ですよ奥さんもそうなんです、え、そうなんですね、すごい、夫婦で、はい、安室奈美恵さんのツアーダンサーで、はい、そこで出会ったとかってわけですよね、そこで出会ったわけですね、はい、すごいですよねすごくないですか、え、他にいなくないですか、安室奈美恵さんのライブのダンサーとして出会って結婚したということになるんです、ね、そうです、すごいんです本当にそしてセブンさんのテレビPV のバックダンサー、この方韓国のアーティストの方ですね、はい、なんか僕がその大島さんがバックダンスで出るっていうの聞いたんで、はい、あれ NHK のポップジャムだったかな、違ったかな、うん、そうですよね、見た時にそのセブンさんとこうハイタッチしたりなんかもして、はい、うん、すごいかっこよかったですね、そうなんですよ、ちょっと次、はい、次お願いします。で TRF さんのライブダンサー、そしてクリスタル K さんのテレビバックダンサーなど、でさっき言った奥さんもクリスタル K のダンサーさん、はい、そしてジャッジといたしましてダンサーライブ、そしてザ・ゲーム UKB ボーイチャンピオンシップダンスディライト、ニュー台湾のニュータイペイ B ボーイシティヒップホップサイド、韓国プサンのダンスバトルヒップホップサイドなどで活躍していらっしゃいます。すごいのが、はい、僕だったらですよ、うん、審査員のところまで、まあ、審査する側になったら、はい、うん、なかなかこう挑戦することってなくなっちゃうと思うんですよ、うん、まあ、なったことないんで分かんないんですけど、そうか、ジャッジ審査員側ですもんね、そう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 、審査員側としてやっていて、で自分が評価する側だから自分が試されることってなくなってくる、ね、そうなのに、うん、その審査員で呼ばれたりしながらも、うん、まだ自らがこう挑戦していって、うん、という姿勢がすごいなというふうに、そうですよね、うん、どうですか
舞ちゃんはもしそうだとしたら、ね、審査員側私だったら審査員側でそれで挑戦者側としてなったとして挑戦者側として評価されなかったらどうしようって思っちゃうと思う。でもそういう風にちょっとビビっちゃうじゃないですか。そんなこともな、実際評価されない時もあるけどね。あ、そうなんですか。それは出て、全然予選落ちとかも普通にあるし。そうなんですか。でも挑戦し続けるっていうそのね、精神面の強さもすごいですよね。家で泣いてるそんな一面もあるんですか。でもそのやっぱ挑戦しようっていう気持ちには、うん、何かこうバイタリティのなんか、うん、まあね、今は ほぼそういうの挑戦はしてないけど、うん、違う意味でなんか挑戦はしてるけど、うん、あ、そうですよね、うん、イベント打ったりとか、うん、育てる方では場所作る方で挑戦してるけど、はい、まあ、前はな、審査する側だけの目線よりも出る側の目線もしとかないと、はい、あ、ちょっとバランスが自分で取れないなと思ったからって感じかな。なるほど、うん、そうですよね。そっちの感覚も忘れない。そうそうそう、うん、プレイヤーの感覚も知らないとっていう、はい、うん、そうか。ちなみになんですけど、はい、このお二人の関係性についてね、はい、やっぱり気になるなと思ったんですけれども。そうですね、はい、僕が20代の頃に東京に住んでたんですけど、はい、その時に ABEX アーティストアカデミーという原宿の竹下通りにある、うん、はい、まあ、そのアーティスト育成のスクールに入ったんですけれど、はい、そこで知り合った当時の僕の先生です。先生、先生です。先生です。そうなんですか。もういろんなことを教わりましたね。いろんなこと、はい、ダンス、ダンス、あ、そのダンスだけじゃなくて、はい、単純にそのヒップホップっていうのは何なのかっていうことだったりとかを教えていただいた先輩に、まあ、先生になりますね。じゃあもう人生の先生としてもそうですね。なんでちょっと笑ってるんですか。なんで笑うんですか。なんかいろんな これ言ってやろうかなみたいな顔してました。いや、あんまり言えないなと思って。言えないですね。言えないようなことを。あの20代の頃の僕は相当ふざけてたんで。遊んでました。遊んでましたね。でもなんかね、遊び尽くして今があるって感じ。そうですね、もう全くないです。もう全くないですよ。ないですね、はい、はい。だからもうあれですよ、当時、はい、帰る方向が一緒だったんで、うん、電車も一緒に帰ってたりしたんですけど、うん、はい、その帰る時とかにいろいろ話してたら、はい、うん、俺お前のその汚れ具合嫌いじゃないよみたいな感じでこう評価していただいて。それ言ったの覚えてる俺。大島さん今週あれっすや、あの子デート誘ったんですよみたいな、はい、お前のそういう遊んでる感じ嫌いじゃないよみたいな。やっと評価されたみたいな。ダンスで評価されろよって話なんですけどね。遊び具合としても評価されてた。そうなんですか。そう、そういうこと。トータルで。あ、トータルで。ありがとうございます。真面目すぎずいいなと思って。あ、本当ですか。うん、そうですね。ね、やっぱり遊んだ面も含めて、うん、やっぱりね、その表現の方にも生かされてきますから。そうですね。うん、これ完全に僕の、はい、定義というか、はい、あれなんですけど、ヒップホップはやっぱ、うん、かっこいい遊びなのかなっていうふうに思ってるんで。おお、名言。かっこいい、どうなんですかね、お師匠さん。そうじゃないですかね。あ、やっぱ、お、よかった。かっこいい。そうじゃねえよみたいな感じで。だからさっき言ったみたいに真面目すぎちゃうと、はい、真面目すぎるとこが見え隠れしすぎちゃうとさ、はい、ちょっとかっこ悪く見えちゃうね。そうですよね。そうなのかなと思って、結構ふざけてたっていうのはあります、ね。だからその、ふざけてた僕を後押ししたのが大島さんでもあるのかなみたいな。いや違う。あ、違いますか。あれ俺は後押ししなくても遊んでたから、はい、和也は。あ、本当ですか。そうです、むしろちょっと止めてたかもしれない。そうかな。お前それはみたいな。行き過ぎじゃねえかって。それはちょっとって止める役もかもしれないですね、はい、で そろそろ1曲目参りましょうかね。あ、そうですね。どうしましょうか。じゃあそしたら、はい、今回この一曲は大島さんに選んできていただいたんですけど、はい、これはなんか選んだ理由とかはあったりは、うん、最近好きなアーティストで、はい、うん、まあ、聞いたら和也も気に入ると思うんだけど、まあ、はい、知ってるかもしれないし、はい、若い子たちにも結構人気で、うん、はい、シラップってアーティストなんですけど、あ、シラップ、シラップ、
大阪の人かな。おお、そうなんですね。ぜひ気になった方はね、一回この後聞いていただいて、はい、掘っていただけたらなと、ディグしていただけたらなと思います、はい、ということで、なかなか、まあ、舞ちゃん、はい、舞ちゃん、はい、なかなかね、はい、この後ね、まあ、曲紹介していただくんですけど、はい、うん、はい、大島さんの曲紹介なんてね、はい、なかなか聞けないですからね。なかなかないですよね、そんな曲紹介することなんて。初めてでしょ。そうですよね。ないよね、曲紹介することないですよ、なかなかダンサーとしていると。いつもやってるみたいなノリなのかと思って。やってはないよね。なかなか曲紹介なんて機会ないですよ、ね、うん、ということで、じゃあ、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、それでは、はい、大丈夫です。シラップでループ。
ビジネスボン複合希望派設備困ったら遠慮はせずに導入から販売メンテナンス県内のシェア3000件なんで機器を支えるのは一本の配線ハイセンスより真心が大切最高頼むしかないじゃん太鼓通信工業株式会社お送りした曲はシラップでループでした。時刻は5時21分を回っております。この番組はスプリードレディオダンスで広がる世界太鼓通信工業株式会社さんの提供でお送りしています。はい、はい、ということで、聞いていただきました、うん、あ、そうですね、せっかくの機会なのでね、はい、本日のゲストの大島さんにね、はい、もっともっとね、うん、リスナーの方から、うん、質問なんかもいただけたらなと思います。はい、はい、リクエストメッセージは773@miyaraji.com 773@miyaraji.com ミヤラジは MIYARADI です。お間違いないようお願いします。そしてファックス番号は028-666-7878 028-666-7878です。アプリからも送れます。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、後半戦はちょっとあの、うん、大島さんの方から、うん、告知をしていただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、もういいですか、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、今年の2月の24日に、はい、茨城のあの古河市のスペースユーってところで、はい、トリプルクラウンっていうイベントの決勝大会があるんですけど、はい、まあ、トリプルクラウンっていうのはあの群馬と栃木、茨城県であの、はい、ダンスバトルの予選を一般部門とキッズ部門でやって、まあ2月に決勝大会がそれがあるんですけど、はい、うん、でちょっとその2月24日は決勝大会なんで、はい、ちょっと内容も豪華になってまして、すごい豪華なんですよ、ね。はい、まあ、ジャッジもあのいつもより多めで6名のジャッジがいるんですけど、いつもは何名ぐらい、はい、いつもは3名で予選は、まあ、はい、やってるんですけど、はいはい、であの各県の一応代表で、うん、ジャッジ茨城県代表で俊夫さんが入ってまして、うん、はい、栃木県代表で正蔵さん、はい、群馬県代表で丸さん、うん、はい、であとは各地域からあの大阪からヘックスベックスの本郷が、はいはい、あんま北関東来ないと思うんで、そうですよね、はい、あとはハウスのヒロ、はい、あのシゲの方のヒロですね、はいはい、あとは花、はい、ロックダンサーの、はい、今すごいイケイケで、うん、僕も好きなダンサーなんですけど、うん、はい、でまあバトル DJ も毎回僕が信頼している小畑幸男が、はい、間違いない選曲で、うん、はい、間違いないです、間違いない、うん、ダンサーも音楽大事なんで、うん、そうですね、はい、うん、はい、で MC はもう回転クラブといえばみんなダンサーなら分かると思うんですけど、そうですねでもうオニピー君とケバブが、はい、はいはい、これここも、まあ、トリプルクラウンの決勝大会の見どころなんで、うん、いや MC すごいんで、そうですよね、来れば分かるんで、うん、はい、MC がすごいんで、はい、結構あのダンスバトルって、はい、あの戦いなんで、うんうんうん、結構その殺伐としたじゃないですけど、うん、緊張感高くなったりするんですけど、はい、それをこういい意味で和らげて、あ、あの盛り上げてくれるというか、そうなんだ、そうですよね、絶妙な、そうそうそうなんですよ。で、あとダンスバトルだけじゃなくて、はい、あのライブも結構あって、うん、ね、今日のカズヤスピリド、はい、もう、はい、僕もちょっとこの日ライブさせていただきま す、うん、ね、バックダンサーも何人だっけ、32名ですね、32人についてやるのなかなかないからね、なかなかないですね、うん、俺入るのかなっていうのが心配だけど、多分大丈夫だから、わかりました、うん、ぜひよろしく、それもあの当日楽しみにしてください、ありがとうございます、はい、まあ、他にもあのダボね、スペシャルゲスト、これはもう説明不要の日本語ラップ、うん、もう日本のヒップホップ界で、ね、そうそうそう、はい、間違いない、うん、どんと言っても去年の暮れ7ってね、あのアルバムも出したばっかりなので、はい、それもめちゃめちゃいいんで、うん、チェックしてくるとライブ楽しめると思うんで、そうですね、はい、予習をして当日楽しめる、はい、とは内海 MC もライブやってくれるし、はい、古賀レペゼンのオールドリバーステートも、そうですね、はい、このオールドリバーステートのメンバーは僕の楽曲のトラックビートも作ってくれてる、うん、はい、そうだね、まっちゃん、まっちゃんですね、逆にのまっちゃんですね逆にっていうのが口癖なんですけど、毎回言うんですけど別に逆でもないんですよね、そう、一回つく、まあ、毎回突っ込むんですけど、逆ではない、別に逆でもなかったですよね、そうそうそう、逆なことないんだよね、そう逆でもないです、ね、そう、あとは各地域の本当
ゲストダンサーも出てくれるんで、はいはい、高崎ファンククラブ、はい、オーバーアルプラスハマーノ、あとアノニマス、うん、バンスポッセ、ジャイアンクルー、ダブルアルファプラスカナコとか、いろんなあの各地域の、はい、その地域を引っ張るダンサーのチームが出てくれるんで、はいはい、あの本当に間違いない、うん、ジャッジもそうですし、うんうん、ライブもそうですし、はい、あとそのダンスのショーを繰り広げてくれるダンサーさんたちも間違いなくかっこいい方たちが集まってるので、このイベントはダンスのイベントなんですけど、はい、ダンサーのイベントでしょじゃなくて、あのヒップホップのイベントとして捉えて遊びに来ていただけたらなと思います。なんだけど、はいはい、昼間のイベントなので家族でも楽しめるので、そうなんです、本当にいろんな方が楽しめるイベントになってますで、野外、はい、会場の野外ではあのいろんな、うん、あの店の出店もあるんで、うん、あの服からあのフリーマーク、お酒から、食べ物から、はい、じゃあのダンス普段見ないよって方でもここに行けば間違いないって感じで、そうですね、そうですね、普通にお祭りがやってる感じで遊びに来ていただいて、うん、それに、ダンスというかヒップホップに触れていただけたらなっていうのは感じますか、うん、はい、はい、ということで2月の24日、はい、古賀のスペース U、はい、ぜひね皆さん遊びに来てください、はい、ね、絶対楽しめますので、うん、はい、はい、ということで、ここまでね、もう時間ですね、あっという間ですよね、ちょっと、お金払うんであと2時間ぐらいちょっと延長していいですか次クールから1時間番組あ、本当ですか、そうですね、はい、ということでね、本日はね、第1回目のゲストとして、大島さん、あ、メッセージいただいてました、あ、これぜひ大島さん、はい、ラジオネームから読んでいただけたらなと思います。完全にこれ息子だな俺の息子さんですねすいません家族ぐるみでじゃこれ僕読んじゃいましょうか、ラジオネームゲンウェイさんから、うん、大島頑張れ過去笑いということでねメッセージいただきました。息子さんからね、いじりメッセージいただきましたね最後の最後で。息子さんちゃんと聞いてるんですよね、嬉しいですね、うん、そしてそれ以外にもラジオネーム、はい、はーちゃんさん、大島さん、和也さん、こんばんは、こんばんは、大島さんに質問です、好きなアーティストは誰ですかということで、ね、質問いただいたんですけれども、好きなアーティストですか、はい、やっぱスプリード AK 和也ですかね、 ありがとうございます、はい、いやめっちゃ嬉しいですもう本当残りわずかになっちゃった、そうですね、あと40秒しかないそうですね、ということで、はい、まあ本日はゲストにバターストラットから大島さんに来ていただきました、うん、今日は本当にどうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、そして私スプリード AK 和也、そしてナビゲーターの綱川がお届けしました、はい、次回の放送は2月4日となります、ぜひ次回も皆さん聞いてください、それでは最後はこの曲でお別れしましょう、スプリード AK 和也で Golden Braves。